旅人さんいらっしゃい。はい、どうも皆さんこんばんは。今日もここ、石垣島のゲストハウスシラボフレンドハウスの、前の屋外バーの方から旅人さんいらっしゃい、お送りさせていただいてます。今日はちょっとね、肌寒い気候なんですけれどもまあ、皆さん泊まってる方からね、まあ、いつもながらまたこのコロナの状況下、なかなか世界にね旅出る機会もないので旅に行った方々からいろんな話を聞いていきましょうねということで、今日はジュンさんに、泊まっていただいてる方に、ね、結構ディープな話がちょっと聞けそうなので、これから、聞いていきたいなと思うんですが、今日は多分初参加でうち の MC アシスタント今日からじゃなくて明日から手伝いだね。そうですね、明日からうちのヘルパーとして手伝ってくれるリク君に、アシスタントやっていただこうかなとまず思っております。はい、よろしくお願いします。そして、今日のゲストなんですが、ジュンさんどちらからでしたっけ。今日は東京から。東京の方から、はい、東京から来ていただいたジュンさんに、まあ、ちょっとこれから、旅の話聞いていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、今日はね普段とちょっと違う趣向でですね、声の出演という方も一人、まあ、あえて言えば T さんという形で、紹介させてもらいますね。声だけ参加ということでですね、いいですね。まあ、皆さんちょっと、一人いつもと違う思考でお送りしたいと思います。で、早速潤さんね、まあ話、まあ、来る前の簡単な呼び話としていろいろ聞いたら、かなりいろんなとこ行ってらっしゃるということで、まあ、大体今までどれくらいの実際世界国の数、国の数でいうと国連加盟国でいうと大体170ぐらい。いや、もうほとんどじゃないですか。すごい。まだあと20いくつ残ってますからね。まあ、だから実際世界、まあ、国連加盟非加盟入れると約200の国があるんですけど、まあ、その辺厳密なちょっと線引きができないと思います。180はね、なかなかね、170って言ったらうちも旅人多いんですけどなかなかいないんですが、純さん的にはその、まあ、回った国の中で、まあ、印象深い国いくつか挙げるとしたら。難しい、難しいですよね。大体ね、その話になるんですよね。どこが一番良かったですかみたいなね。まあ、そのどういうラインでその国を見るかでまた全然違いますね。で、今回なんかそのアフリカネタっていうお話もちょっとあったので、ね、アフリカだとエチオピアちょっと押してます。なるほど。まあね、実際ね、皆さんね、アフリカ行ってる方、まあ、結構いらっしゃると思うんです。アフリカもね、本当にアフリカ数50ぐらいあるんですよ。53。そうですよね。もうこれね、国によっても全然違うんですよ。で、まあ、なかなかそのアフリカでもディープな国に行ってる方っていうのは少なくて、今日今回影の声の出演してくれる方も実はね、アフリカちょっとディープな方がいるんで、まあ、その辺うまくね、このジュンさんとね、まあ、T さんで、それアフリカ話ね、盛り上げていただこうかなという感じです。まあ、そのエチオピア、まあ、含めて、まあ、そのほぼじゃあアフリカもあったっていうか、一応国連加盟国は一通り足は踏み入れます。そうなんですか。そのエチオピアを選んだ理由というのは、その話の種として、結局そのアフリカってそのサハラの辺で2つに分かれるんですね。そこから下がいわゆるブラックアフリカ、黒人、上はアラブ、そうですね。まあ、イスラム圏というかね。そうですね。エチオピアだけ違うんです。あそこキリスト教徒で、なんかエチオピア人っていうのはその要はアラブ系でもないし、黒人でもないだけなんです。そうですね。で、見た目も違うんです。見た目も全然違うんです。で、文化的にも結構そのいろいろその残ってて、うん、で、その自然系もなんか火山あり、山あり、結構そのあとその人的にも例えば見たことあると思うんですけど、唇のところにこんなお皿入れてる人たちがあって、はいはい、そうそう、ああいう人たち教科書ね出てるもんね、あれね。そうですね、リアルにいらっしゃる、まあ、リアルにいるというのは街を歩いてたらそういう人たちが普通に歩いてるってこと。さすがに民族として、そうそうそう、うん、民族として。あ、もちろんあとつけてるのは観光客来た時にお金もらうために見たりっていうのはまあ分かりやすいんですけど、僕はそのエチオピアの南の方にいらっしゃるんですけど、そこら辺にいたのが96年だから、今から25年ぐらい前なんで、はい、まあ、今はもう同じかどうかは全然知りませんけど、うん、ちなみに影の声の T さん、はい、エチオピアの方は、いや僕は空港乗り換えだけだった。ああ、そうなんだ、はい、うん、B
美人で有名ですよね、エチオピア。そうです、ね。それ目的で行く人も結構多いんですよ。あ、やっぱり人種がこう混ざってるという感じで。そう、だイタリアってわざわざエチオピア行ったのそれが理由っていうとか言う人いませんでした。そうなんですか、はい、それは知りません。でも、はい、あのイタリアが占領してた時代があるみたいな、はいはいはい、あ珍しいですね、アフリカでイタリア占領してたって、うん、だから美人だからっていうと、あでもでも植民地じゃないんですよね、確か、うん、唯一植民地化されてないんですよね、エチオピアは。ちなみに治安は当時はどうだったんですか、エチオピアですか、ええ、はい、場所によりますけどそんなにヤバくはない。あ、そうなんですか。普通にあの、まあ、日本人が一人歩きするような感じですか。そうですね、その通り、僕が行った時はたまたまあの、うん、全然その、なんですかね、歩いてたら外なんか、うん、ラチアさんじゃないけど強盗でなんかやられるっていう感じではない。まあ街の雰囲気もじゃあそんなに危険な感じもしないっていう感じですか。場所にもよりますけど、まあね、下町のやっぱりそのそういうちょっと裏路地だったね、あの盛り場みたいなところは、うん、地元の人は行くなって、うん、まあ言いますけど、まあ行くも結構あちこちね行ってるけど、アフリカは、アフリカはまだなんですよね、手塚さん、はい、なのでこの形が、はい、そうだよね、すごい楽しみです。じゃあその、まあ、まだもう25年なんで、まあ、今の現状のエチオピアとね、また当時のエチオピアと、まあ、だいぶ様変わりはしてるとは思うんですが、当時で言ったら、まあ、必ず聞くことなんですけど、食べ物は日本人の口に合うんですか。エチオピアって割と有名なインジェラっていう食い物がありますね。インジェラ。インジェラ。で、まあ口の悪い人は腐った雑巾って呼ぶんです。まあ見た目がそうなんですよ。色が悪い。そう。なんかあのよく言うとクレープ。あのえじゃあ小麦でできてるってことですか。イメージが。テフって言ってあの穀物なんですけど、その色がなんですかね、灰色っぽいその。慣れるとって美味しいんですけど、それはどうやって食べるんですか。僕らイメージつかないんですが、そのパンの大きいみたいな感じのスポンジみたいな感じ、スポンジみたいなんで、こんな大きなお皿、あのもちろんその高級レストランに行くとちょっとまた違うんですけど、地元の人はこんな大きいお皿の上にこの1枚焼いてあって、その上にソース、肉のソースとか、その豆のソースとかを乗せてあって、それをそのなんかつけて食べる。結構アレンジが効くんです、味と。それはエチオピアではだから主食ということなんですか。そうですね、割と有名どころというか。ティーさんも食べた。あの他の隣国でやっぱエチオピア難民の人いっぱいいるんで、うんうん、エチオピアのレストランっていっぱい開いてるんですよ、うんうん、ウガンダにもケニアにも、うんうん、そういうとこ行くとやっぱり初め美味しくないなと思うんですけど、逆に通っちゃうぐらいハマるんですよ。なんかじゃあもう、まあ多分 T さん行ったのは割と、まあそんな昔じゃないでしょ、5、6年、ね、はい、5、6年とか、はい、その頃も普通にそれは一般的な食べ物でしたわけで、さらにまあ、ちゃんとしたレストランなんで多分味もより美味しいかもしれないですけど、で実際、美味しい、いや、めちゃくちゃ美味しいです。その、なん、汚れた雑巾あの腐った雑巾的な感じはよくでもそれ言うんですけど、初めだからちょっとその酸っぱいんですよ、とめちゃくちゃ。でそれがなんかその雰囲気を出すんですけど、でも逆に他のアフリカの料理が別に大して美味しくないんで、そう考えたらむしろそれは美味しいな。特にイタリアとか植民とかそういう関係ないで、イタリアとかフランスとか美味しいんですよ。イギリスの植民地系の国が大体まずいんで。どれくらいの期間でもその当時は自分が滞在、日にちで言うとその時、1996年あたりに行った時っていうのは、ね、うん、2月ぐらいにエジプトに入って、はいはい、南アフリカから出た時が10月とかなんで、まあ8ヶ月ぐらい、結構長くいましたね。ちょっとイエメンとかに行ったりはしてましたけど、はいはい、イエメン行ってるのすごいですね。他にもそのなんか大学生の時に西アフリカの方から中央とかって、はいはいはい、そこでもやっぱり10ヶ月弱に。そうなんですか。何回かそのちょっと長めで。アフリカでも一つの国8ヶ月なかなかいないよね。それは一つの国じゃなくて、うん、ずっと全体で、ずっと旅行して。そうなんですか、うん、エチオピアだけでも全部集めたら 2、3 ヶ月になるんじゃないですか。そうなんですか。じゃあその、まあ、食べ物でさっき言ったその名前何ですか。インジェラ当然今でもまあ行けば食べられるんでしょうけど、まあ、それ以外にあれですか、なんか食で、まあ、変わった食べ物といいますかね、日本人じゃなかなかこれ食べたことないだろうね。エチオピア、まあ、アフリカ含めてでいいんですけど、アフリカ全体だと結局その虫とか虫系とかいろいろあるので、う
あとそれこそそのコンゴ民主とかまで行くと、あの猿の燻製とか猿の、なんか映画で見た記憶があるけど本当に食べてるかどうかは。本当食べるんですか？食べる。先住民。僕は食べません。いや僕食べましたよ。食べたの？食べたんですか？僕だってわざわざ出してくれたんで、ない金で買ってきてくれたのは、サルをサンドバッグみたいにしてこうやって持ってくるんですよ。で、待って、サルをサンドバッグみたいにして死んでるやつ、かわいそうやなと思ってたら、うん、僕の前で泊まって、横のおばちゃんが、わざわざ僕のために買ってくれたんですよ。でフランス語で何言ってるか分からなかったんで。それはさ、何、毛がついてる状態？いや、バリバリですよ。で、それをオナトラで、その船のこの煙のとこあるじゃないですか。うん、この船の、バーって、そこでその猿を、蒸気というか、はい、いや、熱が。そこでバーってそれを燃やして、さらにそれを生でぶつ切りにされて、トマトソースで、はいよっつって。内臓とかはあるわけ？面白い。バリバリですよ。だからもうさらにそれで世界の病気溜まってるってやつだから、もうどうしようかなと思ってでももうでもわざわざ俺のためって出されてて、まあそうだよね、みんな貧乏なんですよ。あれって結構なんか高いし、そのね、ごちそう系だって聞きます、ね、実際に食べるんだろ。あとコウモリとか、コウモリなんか割とあの東南アジアの国では、まあ、どこでも、まあ、割と食べるんですけど、そうですか。まあじゃあアフリカなんかで、その、まあ、僕らあんまりイメージがないんですけど、そのエチオピアかで、まあ、見たらいいよというか、まあ、世界遺産的なこういう有名な場所があるんだとか。だからエチオピアは結構見どころがいっぱいあって、その、あそこはそのキリスト教のとこなんですけど、独自のその、オーソドックス、あの、なんとか正教っていう、あの、要はオーソドックス系のその、キリスト教なんですけど、的な、まあ、現地のもともとある土着の多分宗教ともこう混じったような形なんでしょうね、おそらくね。で、石をその掘ってできたその教会とか、あとそのそういうその何ですかね、その建造物系もありますし、その火山とかもあったり、はいはいはい、その火山は何か他の火山と違うという、割となんかその見れる、その割と近くまで来れるみたいなのがあったりとか、はいはいはい、まあハワイのキラーウェアとかね、あのフィリピンのピナツボとかね、あれも割と近くまで行けますけどね。結局あのエチオピアの辺っていうのはその、なんですかね、2つに分かれてるとこなんですよね、そのアフリカ大陸が、そのそこのところが裂け目になってるとこら辺なんで、結構いろいろそのあったり。純算的にはその、まあ、今回今エチオピアの話メインで、まあ、聞いてますけど、まあ、アフリカもいろんな噂、まあ、悪い噂もあるし、こう、ね、ちょっと危ないっていう噂、いろんなとこあるんですけど、アフリカもし行くんであれば、この国は行ったらどうかっていうこと、いくつかあれば。どうですかね、観光面。まあ観光、まあそうだね。皆さん大体そのケニアとかタンザニアでサファリをするっていうのが、まあ、割定番ですよね。定番ですよね、うん、それ以外で言うとマダガスカルとか、マダガスカルは実はアフリカじゃないんですよ。あそこ結構アジアなんですね。マレー系なんだろうですけど、うん、でもその動物とかもその独自の、よくあのなんかワオキツネザル的なね、あれ確かマダガスカルですよね、あれ、ゲン、あの、ゲン、あの猿のちょっと祖先みたいな、はいはいはい、あとそのサファリとかでも南の方とか行くと、そのオカバンゴデルタとかそういうところに行くと、その水の中のそのサファリがあったりとか。どういうことですか、水の中のサファリというのは。結局そのアマゾンというみたいなもんっていうことですか。アマゾンみたいに密林じゃないですよね。そのなんですかね、川のデルタのところにそのまあいろんな動物がいるみたいな、それをそのカヌーみたいなやつでその見て回るみたいなのがあるとか。まあ実際その変わった生き物とかたくさん見れるんですか。変わったというか、まあ、あのそれこそワニとか、そのカバとかゾウとか。カヌーでやってたら結構危険そうなイメージが。あの昔そのからそのカバのそのね、言えるあの近づいてったら、いきなりそのカバがバッ向かってきて、凶悪ですもんね、ガバッガバッってきて。なんかティーザーもあのカバカバストーリーでなんかある。いや僕もそう同じですよ。オカボンゴデルタでそのカバに、あのそんなカバがたくさんここにいるんで、やっぱ湿地帯なんでむちゃくちゃで、そこで何人も殺されてるんですよね、カバに。はい、
え、それはカバの中を何、船がこう塗っていく的な感じなんですか？その塗っていくっていうわけじゃないですけど、近寄って、うん、でもうガイドさんのその人がついてるんで、それは彼がその超えてるんですけど、はい、血相界とかで、そうそう、同じでそのなんか逃げるんですよね、うん、なんかちょっと面白かったんですけど、うん、あれ実はすごい やばいんですよ、うん、みたいな、そういう、ね、まあ、そカバがね、凶暴って話はまあ僕もね、知ってるんですけど、そうなんですか。そこまで降りるとその横にナミビアっていう国があるんですけど、うん、そこはそのすっごく綺麗な砂漠がある。そうですね、ナミビア砂漠って学校でね、あの教えるでしょ、教科書、社会で教えます ね、教えるよね、はい、名前でしか知らないけど、それは普通のまた砂漠とはだいぶ雰囲気が違うということなんですか。綺麗な砂砂漠ですね。あのちなみにサハラ砂漠って有名じゃないですか、あれってもちろんその砂砂漠の場所もあるんですけど、大部分は岩石砂漠って言って割と荒れてしまってるところなんですよね。でだからその日本でいうところのなんかあの砂のなんかなんですかね、そのまあ鳥取砂丘的なね、あれを見たいんだったら、うん、意外とそのサハラ砂漠に行くよりはナミビア砂漠、ナミビアの方が、うん、あのモロッコの南の辺も結構綺麗な砂砂漠を入れるところは結構ある。あ、モロッコの人よく言います、うちもモロッコの人よく来るんで、うん、まあそれのそのもうちょっと本当に続いてるみたいな感じ。そうなんですか。でもそのまあ潤さんが行った頃のまあなんですか、貨幣価値というか、まあね、また T さんが行った時とはだいぶ10年以上の差があるとは思うんですけど、当時の貨幣価値で言ったら、まあそのいろんなものを買う、うん、日本円と比べたらどれくらい、10分の1ぐらいですか。その最初に行ったその1990年ぐらいだと、だいたい予算がバッパッカーです、はいはい、貧乏旅行で1日15ドルとか20ドル計算ぐらいなの。あ、宿代とか、うん、含めてね、はいはい、一番最近アフリカ行ったのが 3年4年ぐらい前ですかね、はいはい、当時はその時はそのナミビアっていう国からそのアンゴラとかその、はいはい、そのちょっと中部の西川の海岸を上がってたんですけど、その当時だとなんか40ドル、50ドルぐらい、それは US ドルでのように、そうそうそうぐらいのその予算感で動くみたいな。安くはないですよ、クオリティと比べるとめっちゃ高いです。あのアジアで本当の安宿よりもなんかクオリティは低いのに値段は一丁前に取る。それはあの現地の人の生活価格ではなくてやっぱり観光客相手。いや観光客そう、あのそう今言ったようなところ、あの、ナミビアとかボツワナとかケニア、タンザニア、例えばウガンダとかそういうところは観光地なので観光客結構いますけど、アンゴラとかそこら辺はそのあんまりあのガボンとかそういうところはあの観光客ほとんどいない。じゃあ逆に言ったら現地の人の所得は意外に高いってことですか。いや低いです。だからあのそんなところに泊まりやしない。ああなるほどね。小さい時も同じくらい。やっぱアンゴラは地雷がめっちゃ待ってまず行きにくいんですよね。だから行かれてもすごいんですけど。ずっと内戦があったよね。でそうなんです。あそこ天然資源がすごいんで、うん、行っても日本の商社とかそのプラント入ってるぐらいじゃなかったですよね。なんであんまり観光で行ったと聞いたことないんで。じゃあ現地の人の生活、まあ、水準というか、うん、レベルで言うと、まあ、その多少年、年にまあ行った差がありますけど、うん、年収は月収で言って1万円ぐらいですか。もう本当に国によります。それこそ今言ったそのアンゴラとかはその結構その資源があったりとかするとちょっと高めだったり、それまた難しい話、アンゴラとかっていうのはその僕行った時その数年前で、うん、その闇業界って聞いたことあるんですよ。要は銀行で交換するよりもそうです街のね、はい、そうでその闇業界で交換すると意外に安かった、はいはいはい、だからそのどのレベルで考えるかによっても随分違う。逆に言ったらそういうあの観光の人がまああの10歳ってホテル泊まったらまあ3000円するわけじゃないですか。もっともっと安いそのまあ一般でまあうちなんかもそうですけどゲストハウスとかホテルみたいなのはないということなんですか。要は観光客、バックパッカーとかも含めて来るところにはあります。あ南アフリカとかにもたくさんそういうところあるし、そのマラウイとかシンガポールとかってことはありますけど、その今さっき言ったその僕が最後まで残ってたようなところはその割と観光客来ないので比較的その相場は高め、安いところはなかったです。でその滞在中はあの
まあ、危ない思いというか、そういうのもやっぱありました。そうですね、その一番はその最初に行ったその90年ぐらいの時はその刺され、あの強盗に刺されて、その荷物取られたり、刺されたんですか。刺されました。え、それはナイフで。そうですね、抵抗しちゃったんで。やっぱり、ね、抵抗しちゃダメですよ、本当に。皆さん、あのこの話はね、よくあるんですけど、もうとりあえずね、もう渡すだけ渡して逃げるというのは命ですね。だって刺すね、刺しどころが悪かったらもうそれこそやばいことになる。でも頭で分かってても守っちゃうんですよ、ね、一瞬ですもん。でその時はその相手2人で、でその後ろにバッバッと、はいはい、前のフロントにそのサッバッと、はいはい、で最初ねポケットに突っ込んできたんですよ、はいはい、その2人 で、はいはい、で金持ってるだろうみたいな、ね、そこでその財布が出てきたら多分それで逃げてくれる、ね、なるほどなるほど。だけどその釣りとかそういうやついるからポケットのところに安全ピンでわざわざ、ね、はいはい、止めちゃってたんですよ、はいはい、そしたら取れないから、はい、次そのフロントのそのバッグを狙って、ね、でそこでその切ってそのストラップをね、はいはい、ナイフ でバッグを取ろう取ったろってやったんですけど、そこで、ね、守ったから、はいはい、その刺さってしまったと。あの今度ナイフでうわっガッてやって、その時に今でもその覚えてますけど、あ死ぬわと思ったんですけど。で実際その刺された後どうしたんですか。いやでもね、その時はそのたまたま肋骨の上だったんですよ、はいはいはい、だからその深くなくて、うん、あとその横にこのチュッっていうかすりかすったみたいな、まあ、っていうかで済むなん でそこでも話しちゃって、そのサブザック持って逃げちゃった。いや、済んだとは言え、刺さって、ね、その後病院とかは。あ、で、その、真っ暗、あの、日暮れた後は歩いてたことがあるんですけど、その、暗い、その、街中だったんですけど、でその時、叫んですよ。あ、叫んでんだけど、誰も来ないでしょ。だけど、その二人が行ったら、わらわらわらって出てくるわけですよ。で、その、大丈夫かみたいな。で、みんなが、まあ、ちょっと立つ、あの、そうそう治療というか。その、あの警察行こうって言って、警察連れてかれて、それで、その、カクカクシカシカって言って。いやいや、でもその時点で、あばらのネットに刺されてから血ダラダラでしょ。でも、もう興奮してるから、で、その、警察が、お前血出てるから、とりあえず病院行こうよ。で、それでその病院行って、まあでも縫うほど手はなかったです、はいはい、まあ上からこう、うん、ちょっとどこの国だったの。ガンビア。あ、ガンビア。あの、まあ、やっぱりセネガルの中に、セネガルの中になんかピュッてそのちっちゃい国があるんですよ。あのセネガルはフランス領で、ガンビアは、うん、あの昔英国領だった、イギリス領だったんですよね、はいはい、でそこのその町に着いたタイミングで。いやでもその時もうね、全然もっとこう真ん中とかこっちじゃなくて、いや、本当そうですよ。こっちの間だったら、もうそこで、うん。そうですよね。だからもうね、本当あの、まあ何度か僕もね、この番組で言ってるんですけど、あの、絶対変に抵抗したりとか、まあしない方がいいっていうのと、あとたまたまね、あの、今までそういう機会に会ったことないとかね、強盗に会ったことない。特にヨーロッパ女の人の一人旅は気をつけなきゃいけないんだけど、運がいいだけだと思った方がね、これは世界旅する上でね、すごく大事なことなので、まあ、時代が少しね違うとはいえね、やっぱりそれだけはね、もう皆さん見てる方にね言いたいなとは思うんですけど、まあ同じアフリカちょっと経験者からして、 T さんからしたらもうちょっとここアフリカ、まあ最後おすすめの場所とか、これは気をつけた方がいいよ的なものがあれば。でもアフリカ超初心者の人が行くんだったら面白くないですけど、ルワンダ行っとけば超安全なんで。アフリカのシンガポールって言われてるぐらい、もうむちゃくちゃ厳しいんで、あの2人乗りとか、え、2人乗りのヘルメットとかでも怒られる系はそれぐらい。あ、そうなんだ。あのなんでもう誰が行っても安全なんで、で日本人今たくさんいっぱい、あの IT とかすごい進めてるんで、うん、コーヒーとかフェアトレードとか、うん、でとりあえずアフリカ行ってみて、あん行ってみた雰囲気したいんだったらルワンダ、ルワンダが超おすすめですね、うん、ただ面白くないですけど、うん、でもこれあそこ虐殺のあのね、はい、昔ね、はい、有名なね、あの、はい、大統領だったかなんかいたもん、はい、ゼノサイドの、はい、そうそうそう、ゼノサイドメモリアル行くのは結構価値あるかもしれないですよね。で本当にあの昔小学校だったっていうところに、うん、そのゼノサイドのそのミイラ化したその人がいっぱいそのまだ突っ込まれた状態、今はどうなってるのか知らないですけど、あ、その死体のままで骨になってるとか、ね、そう、いや骨というか、まあそのなんか、うん、
教会ってあませんでした、いっぱいあるんですよ。でももう今行ったら全部整備されちゃってるらしいんですよ。そうなんだ。僕行った時まだ結構適当で、ちょっとどうしても見てみたいってちょっとドネーションしてさ見せてもらったりしたら、もうそこのその教会のおっちゃんがバリバリ骨を踏みながら歩いていくんで、結構いい加減やなと思ったんですよ。あれ人食い大統領って言われたアミンってウガンダですね。あれウガンダか。そうか。まああとね、まあ時間ももう来てもっと話聞きたいんですけど、まあもうね、ジュンさんも明日もしかしたらもうちょっとあのここあの宿の方離れて他の島回ろうかなっていう感じなので、まあ最後もうそれだけ世界回られたジュンさんからしたら、まあアフリカ以外にまあ旅あのこれから行こうという方がいたら、まあここはちょっといいかなっていうふうにアフリカ以外でいくつかあれば皆さんに。そうですね、まあでもどうなんですかね、そのどこ行ってもいい人はいるし、いい人と出会ったらそれはそのどんなつまらないあの観光資源的につまらない国であっても結構なんか後々までなんかいいイメージがあったりするので、思います。まあなんか食わず嫌いでなんかチャンスがあったらどこでも行ってみたらいいんじゃないですかね。まあ、あとはね、僕は思うんですけど、まあ、あのこれもねちょくちょく僕も言ってるんですけど、まあ、人生そのものが僕らは旅してるようなもんなので、まあ、ホテルなんか泊まるよりはね、やっぱりこうやって人と出会えるような、まあ、こういうゲストハウスホステルとかね、それは絶対まあそういうところで本当に人とコミュニケーションを取ることで、まあ、いろんなまた話も広がる。まあこれはもう僕ら生きてても一緒じゃないですか。いろんな人とつながることでいろんな仕事とかね、いろんなまたあの、まあ、未来が変わってくるってこともあるので、まあ、ぜひね僕もあの今度皆さんあの旅行きましたら、まあうちとは言わないですが、まあゲストハウスとかねホステル的なところにね泊まってみたらどうかなと思うんで、まあ最後ちょっと今日聞いた感想リクちゃんからちょっと。はい、僕はまだ 3,4 カ国しか回ってないので、うん、なんかもう全然知らない話がポン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 出てきて、うん、夢も広がるし危ない話も聞けて、やっぱりそれも全部メッセージとして捉えられたので、なんかこれを次の人にまたつなげていけたらなとか思います。そうだね、いろんな人ねこうやってね、はい、まあそういうことは本当にね、ちょっとまあ急な話で、まああの申し訳なかったんですが、もう貴重な話聞けて、もう本当にありがとうございました。まあ T さんも影の声ですが、また次は今度影でなくぜひ表で参加していただければと思います。ありがとうございました。本当に。じゃあ皆さんまた。ありがとうございます。多くの人が傷つけ合い、悲しみがどんどん増え続けてゆく中で、僕らは一体何ができるのだろう。誰も振り向かない大勢の中で、顔なのに同じ笑顔なのに、なぜ未だにずっと争い続けるのでしょう。まるで仕組まれたように、誰かに仕組まれたように、もしも僕が平和を思い浮かべたなら、世界は平和になるのかな。もしもあなたが幸せを思い浮かべたなら、この星は幸せになる。憎しみがどんどん渦巻いてゆく中で、あの人は立ち上がり叫び続けただろう。誰も振り向かない大勢の中で、
並みはなぜひがみ合い続けるの。東と西はなぜ争い続けるのでしょう。